一途州西端にある、バクナヤグア橋梁をマタンサス州は、キューバを構成する州の一つ。州とは、州と同盟のマタンサスで、その他、カルデナス、コロン、ホベジャーノスなどの都市がある。リゾート地として知られる、バラデーロもこの州に属す。石油採掘施設、製油所、スーパータンカーの造船所に加え、21カ所もの砂糖工場を有す国内で、 最も工業化された州である。キューバの州の中で2番目に大きい。平坦で最高地点でも海抜は380メートルしかない。北西側の海岸はビーチもいくつかあるが岩がちで北東側には海岸沿いに低木林やマングローブが生育している。沖にはサバーナカマグエー群島に属するキーと呼ばれる小島が多く浮かぶ。 キューバ最北端のイカコス半島もこの州に属する。南海岸ではキューバで最も独特な風景が見られる。サッパータ半島にはサッパータ沼という非常に大きな沼があるが、ピックスワン事件で知られるコチーノスワンはこのサッパータ半島の東側の海域を指す。1976年から州内には14の自治体があったが、2010年8月にバラデーロが廃止され、 カルデナスに組み込まれたため、現在は13自治体が置かれている。人口は2004年の国勢調査時、面積は1976年の行政区画再編時のデータ集の人口は2004年、国勢調査時で675,980人。総面積は11,802.72平方キロで、人口密度は1平方キロあたり57.3人である。 ありがとうございます。